シネマサロン映画業界ヒットの裏側。はい、次、お二人のオールタイムフェイバリットの映画とドラマの雑談話が聞けたら、年末年始の予感に配信等でフォローできると思うのでリクエストします。これはさこちゃん簡単だもんね。まあ簡単です。オールタイムいつも言ってるもんね、はい、フェイバリット、うん、まあじゃあそれはなんかそういう動画を撮るときに発表します。あ、そうなんだ。前から言ってるけどね。はい、じゃあちなみに T さんに聞いてみようか。前も聞いたけどね、 T さんのフェイバリットは何ですか、オールタイム。一本ですよね。いや別に一本じゃなくていいんだよ。しかも今日の気分でいいんだから別に。うーん、ちなみに僕昨日さ、この質問コーナーに答えなきゃいけないと思っていろいろ考えたんだけど、うん、とりあえず今はね暫定的に言うとすると、あ、これ言わない方がいいの。いや言ってもいいですよ。言ったらでもコーナー取らないよ。そう、じゃあ、あの別に取りましょう。10本とかおっしゃってるんで、はい、別に取りましょう。さそうです。じゃあこれは別に取りたいと思います。 KN さんのリクエストに対しては、はい、ちょっと待ってねと、はい、うん、いうことですね。 KN さん少々お待ちください。ドラマはね、僕は子供の頃にドラマ見てて一回映画を見始めて卒業しちゃったんだよ、うん、僕はだ子供の頃に見てた映画でフェイバリットって言えば、近衛十四郎さんがね主演だった、スローニン花山大吉と、あと今あの前田ゴードンさんとかね、真剣佑さんとか活躍してますけど、お父さんが出演されていたキーハンターとかね、シドシンさんとかね、うん、あとあの沖縄返還問題とかアイヌの問題を描いたお荷物小荷物っていうテレビドラマがあって、中山千夏さんが主演だったんだけど、これとかが結構好きでしたね。うん、私はちょっと月並みですけど、うん、傷だらけの天使とかが好きでした、ね、もうあの頃僕あんまテレビ見てなかったから、ね、うん、でもう相当早く卒業したんですね。もうだから僕小学校でほぼテレビ見なくなったんで、まあ、ギリギリ中学で見てたのは刑事コロンボと太陽にほえろぐらいかな。刑事コロンボはね、塾と重なっていてね、塾から急いで自転車に乗って帰ってきてね、刑事コロンボ15分遅れぐらいで見せたかな。そうすると犯罪の部分がないんだよね。はい、ということです。いいのこんなもんで、はい、フェイバリットは別に取りましょう。ちなみに T さん子供の頃に見たテレビってなんかこれで育ったみたいなのある？ドラマはでも、ま、ビーチボーイズとかですか。何それ。え、ビーチボーイズでてててててててんしか知らないけど、それはベンチャーズでしょ。ベンチャーズだったね。うん、テレビドラマのビーチボーイズって何なの。反町隆史さんと竹野内豊さん。それ何年ぐらいの話したの。何年、私何歳の時見たんだろう。なんか全く僕知識すらない。全く同感です、うん、私もないです。あ、本当ですか。でもなんか絶対、ね、多分僕らが一番仕事で忙しかった頃。1997年。あ、仕事で忙しい、ね、一番忙しかった頃だね。僕はちょうどあれだね、世界中がアイラブユーとかやってる頃だね、多分。反町さんと竹野内さんがすごいイケメンで。反町竹野内コンビだった。そうですそうです。すごいね、で広末涼子さんが。しかも今から30年前だから、うん、相当2人がまだイケイケな頃だ。そうそう、海の家で、こう、そうなんですよ。え、女の子誰だって。広末さん、広末涼子。広末涼子、いや、認識、知識すらない。今パッて出てきたのがたまたま、すいません。なるほど、それで、はい、こんなんでいいんですか、雑談。はい、さこちゃん、子供の頃何見てたの。だから、傷だらけの天使。子供の頃じゃないよね。まあ、小学生ですね、それは。え、傷だらけの天使って小学生だった。小学生だったと思います。なわけないだろう。小学校6年生とかじゃない。なわけないよ。違う、太陽にほえろが始まったのがさ、小学校4年生ぐらいでしょ。そうだっけ。あ、5年か。そんな早くないよ。あんまり、あとあれか、アシュラのごとくとか好きでしたね。それ NHK のアシュラのごとく、はいはい、アシュラのごとく2回やったもんね。あ、一番最初のやつです。あと、八千草薫さんとかやったやつ。タンタンタタン、そうそうそう、タンタンタタン、あれがいいよね。タンタンタタタン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 タタロリルンレッドンタンタタン。ちょっと長くなるんでやめてもらっていいですか。はい、そうか、はい、こんなもんでいいでしょうか、雑談。はい、はい、じゃあ次、うん、バナランコツさんの、3人に質問です、うん、好きな俳優さんをそれぞれ何人か挙げて語ってください、うん、ということですか。日本映画で
今生きてる人たちはあまりにもフェイバリットな人たちが多いんで、うん、ぶっこされた方に限りますけど、ぶっこされた方でいうと、まあ昔から好きだったのは天本秀夫さん、うん、近衛十四郎さん、うん、三船敏郎さん、うん、中村金之助さん、月形龍之介さん、うん、森正幸さんが男優で、女優さんはお二人ともまだご存命ですけど、しかもあのまだご活躍されてます、うん、香川京子さんと久我美子さんがお好きでした、うん、と外国映画では昨日思いついたのはアーネスト・ボーグナインさんとチャールズ・チャップリンさんしか思いつきませんでした、うん、なるほど佐藤さんはどうですか。いや私はあの若くて綺麗な女優さんは好きですよ。いやだからさ、それ言い始めたらだから1人とか2人とか3人とか10人とか100人は美人優だから。いやちょっとなかなか、だから僕もね、今生きているその活躍してる俳優さん好きな人いっぱいいて、しかもまだ自分の中でも位置が決まってないじゃない。だからちょっとぶっこした方に、うん、ぶっこしたっていうか、私は男優さんだと、うん、あの日本人はね、うん、あの若い頃の佐田健二さんは結構好きですね。でも映画見てないでしょ。映画はそんな見てないね。だけど一応俳優だからさ、映画やっぱ見てないとダメなんじゃない、うん、まあでもベストワンに出てるからね。でもさ、あのやっぱり好きな俳優はたくさん見てないとダメじゃない。テレビドラマ見てんだね、佐田さんもね、うん、でも映画見てないでしょ。あんまり見てないね、うん、だから俺は言うの嫌だったの。あ、それで言うの嫌だった。なんか俺が追い込んじゃったの。そう、他はいないの。まあなんかね、そういう観点であんま見てないんで。あ、そうか、うん、難しい。作品の方がまだやりやすい。そうだよね、うん、なかなか、はい、T さんは誰か好きな俳優さんいますか。私も正直なんかこの俳優さん出てるから絶対見るみたいな感じで映画をあんまり見てなくて、あんまり執着心が少ないなと思うんですよっていうのもあるんですけど、でも最近このシネマサロンやってすごく気になってるのは中島あゆむさん、うん、そうなんだ。なんか中島あゆむさんとか、あれでも今回さ、今週中島あゆむ作品やったけど取り上げなかったじゃん。一応あげましたよ。あの、あげたけど佐藤さんが選ばなかった。そういうことですね。まあでもだからやっぱりその人が出てるから絶対見るっていう感じではない。ではない。ただ気になる。あのね、僕もね、この俳優が出てるから絶対見るっていう俳優とフェイバリットと一緒かっていうとなんか違うんだよね、うん、だから今僕必ずこの俳優さんが出てれば見るっていうのは、うん、安藤サクラ、広瀬すず、菅田将暉、うん、清原果耶ぐらいだと思うんだよね、うん、だけどこの人たちじゃあ果たして好きかっていうと、うん、フェイバリットな役者さんとか好きな役者っていうのともうちょっと違うんだよね。そうなんですね、うん、へえ。必ず見るのは刺激的で面白いから見たいだけで、うん、だからといってイコール好きっていうふうなことではない、うん、それは分かりますね、うん、のよね。だから難しいんだよね、なかなか、うん、でもこの4人は今絶対、出たら見たい、うんはい、他にもいるけど、満島ひかりとか、うん、でも満島ひかりさんは今ほらやっているファーストラブとかは見られないから簡単に諦めちゃう、ね、うん、そうかそうかそうか、ネットフリックスでやってるから、だから、ね、いやもし TBS でやるなら見ますけど、うん、ネットフリックスだともう諦めちゃうね、うんうん、はい、じゃあ次、カンガワークスさんでよろしいんでしょうか、チラシを持ってティーザーとよく言われていますが、ティーザーって何ですか。なぜチラシが 2種類存在するのでしょうか。チラシを作る経緯も教えていただけるとありがたいです。まずティーズの説明ですけど、はい、あのストリップショーって、うん、ストリップショーって T さん英語で何ていうか知ってますか。ストリップショーはストリップショーじゃないんですか。いやあれはね、ナイターと同じなのよ。ストリップショーって和製語なんですよ。あ、そうだったんですね、うん、英語で言うとね、ストリップティーズって言うんですね。このストリップティーズっていうのは、あのティーズって、このストリップティーズっていうふうに言った時のティーズの意味は性的にじらすって意味なんですよ。あのセクシャルにその何そそのかしてじらすって意味なんだよね。でティーズっていうのはいろんな意味があるんだけど、この宣伝的に言うとその性的にじらすの転用なんですよ。聞いてますか。聞いてます。であのまあ昨日だから一応翻訳を見つけたんで、ここにそれをあの引用転用しますけど、ティーザーという意味ね、一部のみを紹介して詳細を伝えないことによって
消費者に関心を持たせようとする広告ということで、要するに映画ってその日本の場合宣伝期間が非常に長いですよね。例えば6ヶ月とか1年間にわたって宣伝をするわけですよ。でいきなりそのさっきのそのシークレット宣伝とかの話もつながっちゃうんだけど、いきなり全部これが全て魅力ですってやった時に、これが公開の1年前だと今見たいってことになっちゃうの。さっきのそのなんだっけ、セプテンバーじゃない、オクトーバーじゃない、なノベンバーノベンバーみたいなもんでさね、今見たいってことになっちゃうね。なぜかというとノベンバーはもう全部ね、そうやって宣伝もやっちゃって僕らも話しちゃってるから、そのチャンネル見てる人は見たいと思いますよね。そうやって全部やっちゃうと今見たくなっちゃうわけですよ。だから公開の1年前にその告知をしたいわけですね。でまずだから告知っていうのがあるわけですよ。告知っていうのは何かっていうと、タイトルと例えば監督とキャスト2人ぐらいと公開日、まあこれ公開日じゃなくてもいいんだけど来年の春とか、これ告知だよね、はい、だからこれもティーザーなんですよ、はい、作品のごく一部、監督とキャストとタイトルと、まあ分かんない、写真1枚と公開日ぐらい、公開日っていうよりも2023年フォールとかね、はい、邦画だと、うん、制作発表会見みたいな感じで、うん、これから映画作りますみたいなのがティーザー的な立ち位置、ね、いやそれはティーザーじゃないね。あそう、ティーザーっていうのは、うん、日刊スポーツとか報知新聞とかに、うんうん、例えば広末涼子新作とかね、うん、これがティーザーだよね、うん、だけど記者会見これの1年後だからやる、うん、だからその記者会見やる頃は、うん、もうティーズじゃない、ね、あとその、うん、対策とちっちゃい作品だと、うん、予算がない小さい作品はティーザー広告もできないですよね。見たことないでしょ、みんなやってんじゃん。2種類作るのがお金がないとか。でも今ほらプリントパックの時代だから、安いからね、うん、昔はなティーザーない、昔はなかなか潜在費にそこまでかけられなかった、うん、あといつ公開するのかにもよるよね、うん、どうしてもやっぱりいくら金がない映画でも来年の例えば秋にやりたいものを今宣伝したければやっぱりティーザー潜在は作るよね、うん、だけどその時にメインのビジュアルも決まったやつでやっちゃうと、うん、もうあ今見たいだけど半年後1年後にはもう見たくなくなるかもみたいな、うん、っていうのと逆に送り出し側も、うん、今これ全て作っちゃうとこれで1年間潜在持たすのかっていうと持たないわけだよね、うん、来年のやっぱり公開の3ヶ月ぐらい前にはいわゆる本チラシ本広告みたいのを作りたい、あと宣伝の方向も方針も全部決まってるかっていうと1年前の段階でどういうふうに宣伝していいか全部決まってるわけじゃないわけじゃない、だから怖くてそんなに全部晒せないわけだよね。だから宣伝の最も根幹になるタイトルとかコピーとか、まあ、1枚写真、しかもこの1枚写真はキラーショットでないもの、逆にキラーショット使っちゃうと、例えばだからブレアウィッチプロジェクトの時はティーザー潜在は写真なしで、ティーザー、黒いやつもね、うん、で本当はクロックワークスの制作担当者は、顔写真入りで作ろうとしてたんだけど僕はそれをストップしたんだよね、うん、なぜかっていうとその顔写真入れた広告を、潜在を、あの時はだから7ヶ月前に作っちゃうと本チラシ、公開の3ヶ月前ぐらいに、世の中に出したいものの時にもう何も作れないじゃん、まあ、同じものになっちゃうか、ね、同じものだったら作る意味ないから ねちょっと配置を変えるぐらいとかになっちゃうんですよね、うん、だからよくそういうのもあるじゃない、同じショットを配置を変えるぐらいでやるのは僕は全く意味がないので、そうだったら別に作り直す必要ないよねっていつも思うんだけど、ね、うん、でもそれで、ティーザー潜在と本潜在作る人たちもいるけどね、はいはい、全然ティーズじゃないじゃんってことになっちゃうけど、はい、まあ、だから宣伝戦略の一環として2種類作ったりするっていうことですね。まあ、ここには2種類って、神河ワークさん言ってるけど、チラシは10枚作る人も10種類作る人も1種類しか作んない人も3種類作る人もいろいろいて、今割と定番なのは公開の結構前にティーザー潜在作ってタイトル と、その映画の存在を知らしめる告知をする、で公開の3ヶ月前か5ヶ月前か6ヶ月前ぐらいに本潜在作って、まあ、公開の直前にコメントフライヤーを作る、この3パターンっていうのが割と多いケースだと思うんです、はい、スニークピーさん、日本の配給会社で作られる放題は本国の配給会社や監督プロデューサーによるチェックというのはあるのでしょうか。今までの動画を見てる限りそういうチェックはないように思います。
ですが放題によっては明らかに意味が違う内容に関係ないワードを入れるというのがあります。 B 級映画なら気にしませんが、メジャーの作品でもなんでこんなタイトルにしたとあったりするので、そのあたりの実績が気に実情が気になってます。自分がひどい放題と思った作品ですが、まあ、これはゼログラビティとダイハードラストデイのことを挙げられてます。まあ、ちょっと全然意味が違うんじゃないのというふうにおっしゃってますが、いかがでしょうか。まずあの、基本的にはメジャーの映画はあんまりタイトル変えられないです。そうですね。だからあの日本人に意味が分かんない英語をそのまま、日本の放題として使うケースが多い。で一つあるのはこのグラビティを多分ゼログラビティにしたのは、グラビティって意味が日本人には分かんないからゼロつけたんだろうというふうに思うんだよね。でゼロつけると全く意味が違うふうになるのに、ゼロをつけた方が感覚的に分かりやすいというふうに配給会社が思ったから、グラビティにゼロつけたんじゃないかというのが推測ですよ、はい、どうお考えですかそれは。ま、全く同じ考えですし、うん、あの結局、まあ、グラビティとゼログラビティでそのゼログラビティの方がなんかあの宇宙感が出るんじゃねえのとか、ね、感覚的に日本人が分かりやすいんじゃないかと。で、うん、このようなご指摘をされる方はいらっしゃるとは思うけど、うん、それほどはいないんじゃないかっていうふうに思ったんだと思うんですよね。むしろその当たる、なるべく多くの映画ファンに解釈してもらうために、うんうん、グラビティよりもゼログラビティってつけた方が、うん、あの間違ってるのに間違ってると送り手も分かってるけれど解釈されやすいんじゃないかと、はいはい、だからもう間違いだけど世に放っちゃえみたいな、はい、昔かつてねあの007危機一発の時に危機一発のパツを一発二発のパツで書いたんだよね、はい、でこれは明らかに間違いな、はい、本当は何を書くんですか。神、すごい神的なお答え。いやいや髪は長い友達みたいなね、髪切れみたいなもんですから、ね、うーん、あんた髪切れみたいな存在なんですか。吹けば飛ぶような髪切れ、確かにというようにですね、はい、なかなかこう日本の放題は正しいからといって、あかつてすごかった真夜中のカウボーイね、 あ、はい、あれも現代は真夜中のカウボーイ、ミッドナイトカウボーイなんですけど、うん、なぜカウボーイにしたのかっていうと、その田舎のね、何こうテンガロンハットかぶった若者が東京、あの東京じゃニューヨークに出てきて大都会だから飼うよりも飼うのが多いだろうってんでカウボーイにしたってんだけど、多分あれは嘘だよね。そうだと間違えたんだと思うんだよね多分。水野晴郎さんが水野晴郎さんが間違えてあのカウボーイにしたら実は本当はカウボーイだったと。カウボーイ、ね、だけどもカウボーイってつけちゃったから大都会だから車の方が多いからカウボーイにしたっていう後言い訳をつけたんだと僕は思うんですけどね。そういうふうに必ずしもそのメジャー会社がつける放題は正しいとは言えない。でダイハードラストデイはなぜかっていうと、今さらダイハードなんかやっても映画当たんねえじゃん、どうやってそれでしたらいいのよ、分かった最後にしちゃえばいいんだよ、ね、最後のダイハードだったら、ね、いや最後だったら見に行かなきゃってなるだろう、うん、でもまたこれ続編できたらやばくない、そん時はそん時だよっていうことで、宣伝マンたちが考えた結果、ダイハードの最後の作品ということにすれば観客が増えるんじゃないかと、はい、ね、しかもその3年後か5年後にダイハードのまた、ね、最後の作品が出てきたらまた最後作っちゃえばええじゃん、うん、っていうことでラストデーっていうことで、いかにもダイハードの最後の映画っていうイメージをつけるためにラストデーっていうインチキなタイトルをつけたじゃないかと勝手に愚行いたします、はい、ので、もちろんその、スニークピーさんの元々の質問であるチェックっていうかね、チェックっていうよりもアプルーバルっていうんですね、アプルーバルですね、許諾ですね、はい、このタイトルで日本で行きたいんですけど、これでやらせていただいてもよろしいでしょうか。もちろんそれには日本の市場はこうで、日本の映画観客はこうで、日本人にはこの映画分かりにくいからこうでっていうのを書いたりすることが多いわけですけどね、はいはいはい、そうやって一応提案書みたいなものを書いて、外国の、まあ、メジャー会社はその親会社に確認を取り、僕らみたいなインデペンデント出身の人たちはその買ったセラーカンパニーに映画を売ってくれた会社に許諾経由で、まあ、その会社が監督に聞くのかプロデューサーに聞くのか会社が判断するのかわからないけど、うん、そこから許諾をもらう。でちなみに僕らは、このチャンネルでタイトルつける
っていうのもやってるね、はい、なのでどっかアーカイブを探していただくとをやったと思う。その時にも言いましたけど、僕がちなみに自分でつけたタイトルの中で気に入ってるのは、アカデミー賞13部門ノミネートされてニコール・キッドマンがアカデミー最優秀主演女優賞を取りました The Hours という、現代に巡り合う時間たちという放題をつけて、これは結構気に入ってます。だけど世の中から批判も受けましたし、素晴らしい放題だっていう賛否両論いただきました。あと世界中が I love you という Everyone says I love you、 みんながあなたを好きだって言ってるよっていうウッディ・アレンの映画に、みんながって言ってるのを世界中がっていう、ここでも擬人化を使って非難も浴びました。お前は簡単に擬人化使いすぎだっていうご批判もいただきました。で Everyone says I love you というタイトルを世界中が I love you、 それからフランス映画のカオスっていうね、混沌というタイトルなんだけど、全くそれじゃ意味が分かんないので、僕はそれに女はみんな生きているというタイトルをつけました。これも結構気に入ってます、はい、これは要するにその女性が粗雑に扱われている社会状況を非常に批判的に描きながら、それをエンターテインメントとしてサスペンススリラーとして描いた映画なんですけど、これは非常に評価も高かった映画ですけど、そのカオスっていうのがあまりにも分かんないので、女はみんな生きてるというタイトルをつけました。その他、まあ一番有名なのだとね、僕だけでつけたわけじゃないですけど、チームで考えてつけた映画で、パリの、警視庁、パリの警察がある、所番地の現代だったものに、あるいは裏切りという名の犬っていうタイトルをつけて、全国から賛否両論いただきました。賛多かったんじゃないですか。ピは例えばお杉さんがテレビ番組で何このタイトルふざけないでって怒ったりしてました。もうね、うん、後々ビデオメーカーに散々真似されたね、真似されましたね。皆さん3時の裏返しですよ、それは。まあ4時か5時だったんですね。うん、まああるいは裏切りという名の犬というと、これもね、ゴーモンっていう世界最古の映画会社があるわけですよ、フランスに。でここにその国際担当の人間がこのあるいは裏切りという名を見てどうやって訳したのかちょっと分かんないですけど、多分英語で出したんだと思うんだけど、あるいは裏切りという名の犬でこれで日本は行きたいですって出したら、その担当者がこれどういう意味ですかって言ったらしいんですけど、なるほどね。でもいろいろ説明して、まあ、日本でそれが当たるというのならそれでやっていただいて構いませんっていうアプルーバルをいただいて、あるいは裏切りという名の犬っていうタイトルで公開して、まあ、だから許諾は取ってますよね。チェックはあるんですよ。そうです、全部が全部じゃないかもしれないけど、まあ、許諾は映画なら許諾取らないでやってる映画ありますよね。 Z 級はね、 Z 級は取ってないかも分かりませんけど、 B 級までは僕は取ると思うんですよ。そうですね、うん、はい、T さんうちも許諾取ってますか。取ってますよ。はい、取ってますということで、日本の配給会社で作られる放題は本国の配給会社や、メジャーだと親会社にきちんと許諾を取ります。で監督プロデューサーに許諾を取ったかどうかは、その仲介するセラーカンパニーだったり、その親会社の担当部門がやってるかどうかは、そこまではちょっと分かんないということですね。じゃあ次、実際でもね、うるさい、例えばウディアレンとかだと、ウディアレン直々に言ってくるんで、もちろんウッディ・アレンの事務所から言ってくるんだけど、うん、ウッディ・アレンにもこのタイトルで行くのって言われて、いやこれで日本で行きたいですって言ったら、日本はそれでやりたいんだったらどうぞって一回言われましたけどね。なんか監督さんによってね、非常にこだわりがあってうるさい。ウッディ・アレンの場合はね、日本のパンフレット、ブロシャ、うん、全部許諾いります、うん、だからそれは映画によってどのぐらい厳しいかどうかはケースバイケース、うん、一度ねご質問を受けて、うん、ファインフィルムさんに伺ったら、うん、これも指定ですっておっしゃられたのがありましたね。あれね、聖なる鹿殺し、ね、うん、でもおかしいんだよそれ本当にはい、はい、じゃあ次。だってさ、そのね、英語をこれをね、現代のままだと分かんないから日本の公約にして出しますって言えば、うん、許諾しないわけがないと思うんだけど、ちょっと実際に交渉したわけじゃない、うん、僕もちょっとそれは分かんないんだけどね、はい、不思議なんだよそれは、はい、じゃあ次に行かせてください、はい、東さん、バットマン史上最低のスーパーヒーローや奈落のマイホームのような洋画のコメディ映画をやりにくいのか、シネマさんの映画業界ヒットの裏側では佐藤さんや竹内さんはどのような映画の方が語りがいがあると思うのでしょうか。どうでしょうか。行間が多く含みのある映画の方がやっぱり
あの語りがいはあると思ってます。そうですね。だからこれ語りが少ないからといって気に入ってないとか、うん、いい作品と思ってないわけじゃないんですよ、ね、なんかほら面白いしか言えない映画もあるじゃないですか。そう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 、確かに。だからコメディ映画の場合、うん、面白かったとかね、うん、言うしかないみたいな映画もあるんで、ね、それは語りにくいのは確かにあるかもわかんないです。あと不特定分野もあるので、うん、アニメ、僕の場合アニメとか、そうそうそう、そのいわゆる裏側とかはちょっとアニメの場合言えなくなるんで、あの普通の映画だと裏側とか推測とかね、いろいろ言えたりするし、例えば宣伝的なこともより言えたりすると思うんです。だし今回ね、ザ・ファースト・スラムダンク収録しましたけど、うん、スラムダンクについて熱々と語るとかっていうのも、うん、そんなコアなファンでもないし、なんか逆におこがましくて申し訳ないので、ちょっとね、延長しちゃいますよね。まあ要するに素人の、はい、感想っていうのしか言えない、ただの一視聴者としてしか言えない作品は確かにあります、うん、はい、はい、じゃあ次、マグマムさんから、各社さん新作の公開日は他社動向を推測して戦略を練っているのでしょうか、それともそういうことは気にしないで結果的に注目作が集まる週とそうでない週ができるだけなんでしょうか。これはその各社さんによっても違うよね。そうですね、割とすごく気にするところもあるし、全く気にしないで自分たちの都合で決めてるところもあると思いますけど、ね、あのメジャー映画さんとかはね、本国から本国の公開と世界リリースをここにしろみたいなのが決まってたりしますよね、うん、決まってたりします。でそうすると、うん、じゃあスターウォーズがここでやるってなったら、うん、メジャー映画の他の作品は、うん、いやちょっとスターウォーズあるからここはもう関数取れないなとかで調整して公開日をずらすとかっていうのは当然ありますし、うんうんうん、イベントその休み、うん、だから夏休み冬休み春休みに当てたいとか、あと例えばワールドカップとかワールドカップは避けようとかそういうところ避けようとか、逆に他が避けるからそこに行こうとか、はい、まあ、そういうふうな社会的なイベントとか他社の動向を見ながら決めたりする会社は結構あると思います。あとアカデミー賞発表に合わせて賞取れそうだから、うん、その直前に公開しようとか、うんうん、そういうことは、ね、そういうのもありますよね、はい、メジャーはあんま気にしないけど、はい、うん、結構気にしてる作品もたくさんあります、うん。サンガワークスさんのこれはダブル主演かなと竹内さんがおっしゃっていましたが、何を基準に主演を決めるのでしょうか。これは日本映画だよね、ほぼ ね、 そうですね、日本映画の場合、まあ、誰それさん主役っていう時に事務所が、うちは何、じゃあ助演かよみたいな、そういう話、まあ、今ちょっと言葉悪いですけど、うちの何々は助演になるんでしょうかみたいなことを言われるわけですよねいや主演じゃないとちょっと納得いかないんですか。今回の作品はそのキャストの役画から言ってもこれはやっぱり主演で言っていただかないと。わかりました、じゃあ、同列ということでダブル主演にしましょうっていうことになる。最近の質問あったチケットトゥーパラダイスのね、うん、そのこう何、クレジットの書き方っていうのもあって、はい、アメリカの場合ダブル主演の場合同等格の人がやった場合は、なんだっけ、事務所がダブル主演でって言ってくるわけですよ。しかもダブル主演にした上で、そのキャスティングのバランスを変えたりとか、そういう風にして、例えばあの関東に出てくるファーストクレジットでは先に名前が出たらエンドクレジットでは逆に2番目になるとか、うん、そうやってその序列をバランス取って変えたりして、それはそのなぜダブル主演なのかっていうと、プロデューサーとその主演の2人なり3人なりが事務所が相談してダブル主演って決めたらダブル主演で片っぽが主演で片っぽがヒロインっていうケースもあるし、片っぽが、主演で片っぽが準主役っていうケースもあって、それを決めるのはプロデューサーたち と、そのタレントの事務所っていうことになると思うんですね。で僕がかなって言ってるのは、そのキャストの序列だけだとダブル主演なのか主演とヒロインなのか主演と準主役なのかが分かんないから、これはこの作品としてダブル主演と言ってるのかなっていうのが分かんなくてかなって言ってんですね。これで説明になりましたでしょうか。はい、うん、はい、じゃあ次、あ、ちょっと待って、その下まで、はい、出演時間か役者のレベルかギャラか、これはだからそれは、その時の、相談ですね、うん、で事務所側としてはこれはやっぱり主演という名前を欲しい時はやっぱり主演って、してくださいって言って、そのダブル主演の事務所と、プロデューサーがそれぞれ相談して決めるということですね。
ギャラももちろんそれに関わってくるケースもあると思います。友情視線っていうのは、なんていうかな、役柄が本来この主演格の俳優なのに結構出演シーンが多いんだけど、その主演でも準主演でも、止めでも中止めでもなかった場合に、まあ、友情出演とか特別出演っていう名前で、ちょっとこう何、価格が違うんだよ、画角が違うんだよっていうことを見せるっていうので友情出演とか特別出演っていうのを使ったりするってことはあると。安いギャラでいいかどうかっていうのはそれは別に友情出演とか特別出演だから安くなるかっていうとそうじゃなくて、安いギャラだから友情出演っていうふうに言うことはあると思うんだよね、うん、これもケースバイケース、ケースバイケースですね、はい、うん、はい、じゃあ次、やっちゃんさん、映画のタイトルに関する質問です。邦題が横文字のままというのはどうなんでしょうか。ザ・ハンド・オブ・ゴッドは洋画なのでギリギリ許せても、ザ・レジェンド&バタフライはちょっと信じられません。またラブライフは楽曲からの引用なのと作品が好きなので気になりませんでした。同時にチタンチタンのようなダブルのタイトルが多いのも気になります。竹内さんと同じで私も正式タイトルにはこだわる方なので、ぜひお二人の意見を。いや、ザ・レジェンド&バタフライは俺も信じられないね、うん、なんででしょうね。これは東映さんに聞いてみないと分かんないね。分かんないですね。つける方の、考えは終わりでしょうから、うん、ちょっとわからないですね、はい、まあ、これザン、ハンド・オブ・ゴッドもね、うん、僕は前にも言いましたけど、そのフランス映画やイタリア映画に英語のタイトルつけるのってどうなんだろうって思うんですよ、うんうんうん、これがだからアメリカ映画ならね、うん、まだわかるんだけど、なんでそのイタリア映画やアメリカ、あ、じゃない、フランス映画にザ・ハンド・オブ・ゴッドみたいなタイトルつけるんだろうと。直近で言うとファイブ・デビルズみたいな、ファイブ・デビルズみたいな、ね、フランス映画なのにっていうね、うん、ただザ・ハンド・オブ・ゴッドの場合は多分これネットフリックスだから、うん、 うん、そんな宣伝戦略的な観点でタイトルつけてないと思うんだよ。そうですね、単にワールドワイドなタイトルをそのままつけてるだけだと思うんだよ、ね、で日本ではしょうがないからザ・ハンド・オブ・ゴッドっていう英語にザ・ハンド・オブ・ゴッドっていうカタカナをつけるとか、そういう程度しか許されてないからなんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、じゃあチタン・チタンも同じですか。チタン・チタンは単にそのカッコつけじゃないですかその方がルックとしてカッコよく見えるんじゃないか、うん、見えるからそのチタンという英語を飾り文字で使って、うん、それだとタイトルとして読めないかったり分かんないだろうから、下にカタカナでルビを振ってるだけなんだと思うんだよね、うん、でもそういうの最近多いですね。多いね。でそれがかっこいいというふうにみんなが思ってるからじゃないかと思うんだよ、ね、チタンってそれほど難しい英語でもないですしね。ちょっと、いやだから飾りだと思うんだよ、ね、そうですね、うん、飾り的に繰り返してるんではないか、うん、という、まあ、推察ですね。そうじゃなく飾りで英語を使ったからしょうがなくてカタカナを入れてんだと思う。視認性も含めて、え、視認性を上げるため、視認性とそか日本語タイトルとして、うん、そのどっかいろいろ載せたりしなきゃなんないじゃん、うん、その時に英語タイトルだけだとなかなか、タイトルとして容認されないから、なるほど、チタンっていうその絵面がかっこいい英語にチタンというルビを振ってるだけなんだと僕は思うんだよね、概念として。推察としてはそうじゃないか、うん、っていうことですね。まあ、ザ・レジェンド&バタフライは僕はもっと日本映画っぽいタイトルにすべきだと思うんだよね、僕はね。あとその洋画メジャーでもアプローバルが下りない、さっきアプローバルの話しましたけど、現代のまま行けって言われちゃうとそのまま行かざるを、かつてさ、ホワットライズビニスもね、ホワットライズビニスっていうとホワッとした映画に思うじゃんいや冗談じゃなくて、なんかこうコメディなの、まあね、って思うと、まあね、ホワットライズビニスって超スリラーなんですよ、うん、それにホワットってタイトルつけるって僕は全く日本人のイメージに合わないから絶対邦題にすべきだと思うんだよね、うん、これがだからすげえかっこいいさ、何スタルスタルティクスみたいなそういうタイトルならそれでいいと思うんだけど、ホワットだよ、うん、ホワットライズビニスでみんな日本人の、まあどうだろう、 60% ぐらいはなんかほんわかしたコミカルなヒューマンな映画なのかなと思うと超スリラーなんですよ。それどうなん、まあちょっと本国の方はなかなかご理解しない。僕だったらだからこのホワットって言った瞬間に、しかもさ、ホワットライズビニスって英語発音としてもおかしくないですか、うん、
変ですね。ホワットですよ。ウェアル。ワットですよ。ワワワ。あのファとワの間じゃない。はい、これ多分日本語で最も書きにくいので、まあしょうがなく書くときはファットって書いたりワットって書いたりすると思うんだけど、ホワットですよ。ホワット。ホワットはないだろうと思うんだよ。どう、T さん。そう思いますね。ホワットって言われるとなんか日本人はコメディーかと思っちゃうじゃない。カタカナで出されるとちょっと。なんかホワッとした映画なんだろうって思うじゃん。でも超スリラーなんですよ。だからやっぱりちょっとその特にメジャーのタイトルは日本語に変えにくいので、僕らもこれはアプローバルが降りなくて言語のままやったんだろうなって思う時がありますよ。あと逆にかつてあのほらロビン・ウィリアムズ主演のさデッドポイツソサイティってがあったじゃない、うん、これは日本語タイトルつけて向こうに許諾を取ったら、あ逆か、デッドポイツソサイティってタイトルで日本人が決めたら本国にアプローブ取ったら良くないって言われて、うん、でなんていうタイトルにしたんだっけ、今を生きる、今を生きるだ、うん、ロビン・ウィリアムズが劇中で言うこのセリフを日本語にしてタイトルにしてくれって向こうが言ったんだよね、うん、それで今を生きるっていうタイトルになったのに、もうデッドポイツソサイティでポスターも出来上がったらしい当時。だから逆なパターンもあるわけよ。本国がその現代のデッドポイツソサイティを使わずにロビン・ウィリアムズがセリフで言ってる今を生きるを日本語訳にしてそれをタイトルにしろって言ったらしい。あのあとタイトルとはちょっと離れちゃうんですけど、うん、アートワークでアプローバル取ったら、うん、あこのアートワークいいから他の国でも使わせてくれとかっていうこともありました。それはあるよ、いっぱい、うん、僕も何度も使われたけど、ね、しかもお金くんないんだもん、ね、お金くんないから嫌なんで、うん、そうそう、はい、デザイナーさんに言われるんだよ、外国で使うのお金くれないんですか、そうですよね、本当に困っちゃうんだよ、あれ、はい、本当に、はい、じゃあ次、西優馬さん、うん、竹内さんが以前どこかの動画で、うん、映画監督の個性はショットの積み重ねとそのリズムに出るとおっしゃっていたような気がするのですが、うん、この映画論は竹内さんの映画制作と鑑賞によって生まれた考えなのでしょうか、また他にも映画監督の個性が分かるような映画論などありますでしょうか、私自身うろ覚えなので竹内さんがこの映画論を話したことがない場合は申し訳ございません。あの個性はとは言ってないと思うんだよね、うんうん、あの結局、娯楽映画の場合のよくできた映画を作るポイントは、うん、ショットの積み重ねとそのリズムと出し入れによるって言ってるのはしょっちゅう言ってると思うんですね、うんうん、それは例えばあの例で言うとクリント・イーストウッドが、ロン・ハワードがもともと監督する予定だったチェンジリングっていう映画を、はい、ロン・ハワードができなくてプロデューサーに回ってクリント・イーストウッドに頼んだらクリント・イーストウッドが引き受けたんですよ、うんうん、でそういう時ってまあ簡単に言うと請負仕事じゃないですか、うん、そうするとクリント・イーストウッドが自分で撮ろうと思った映画じゃなくて人から頼まれて撮った時にそのやっぱりクリント・イーストウッドの持っている映画的なセンスとか映画の作り方が如実に出るんだよね、うん、だからチェンジリングの映画を見ていただくと監督のショットからカメラの動き方とその映したショットの出し入れですねとリズム、これがいかに見事かっていうことが分かると思うんですね。こういうふうに娯楽映画を作っていくときにいかにその何とかな適切なショットを撮ってその適切なショットを、編集できちんと出し入れしてそして物語を紡いでいく、この大事さが、そのウェルメイドな、娯楽映画には絶対必要で、これが天性として持ってるかどうか、個性ではなくもともと持ってる人はやっぱり映画がうまいということが言えると思うんで、これに自分の個性を足していくことができるから、もともとそういう素質を持ってると非常に有用性高いよねっていう論はしてると思うんです。でこれは別に誰それが論じたってことではなくて、僕が長い間見てきた結果やっぱり娯楽映画の見事さ、まあ、例えば第三の男とか見ていただいても分かると思うんだけど、そのいかに必要なショットを撮ってそれを積み重ねていく、しかもその積み重ねを編集とかでリズムを生んでったりむしろリズムを生まなかったりする、これがやっぱり基本的に、娯楽映画を作る基本であるっていうのは間違いのないところだなというふうに僕は長い間映画を見ててそういうふうな、ふうに思いました。まあ今話題の制作会社さん、A24 収支について、うんうん、それほど大ヒットが連発してるわけでもないのに、これだけ作品を作り続けられる、そういう
資金調達とはどうなってるんでしょうか。それと資金調達はちょっと別だと思うんですよね、うん、あの僕もアスミックエースの時に目指してたのは3勝7分けなんですよ、うん、だから負けないようにして7分けに持ってき勝てるところで3勝する10本あったら3勝7分けにすれば、映画会社としてはいわゆるあの賭けじゃなく、うんやっていけるっていうふうに思ってたんですよね。だから一応もちろんその簡単に3勝7分けにはならないんだけど3勝7分け理論っていうのを僕はずっと展開してましたよね。というように大きく負けなければ小さな勝ちが積み重なっていくことでも、会社はやっていけると思うんですね。それと資金調達は別で A24の場合は多分いろんなとこから資金調達してると思うんです。それはだからブランディングで、やっぱり A24 の映画は面白いし素晴らしいし企画性も高いってことになったらいろんなとこからお金は出てくると思うんだよね。特にヨーロッパだと今のその何リーマンショックがある前はさいろんなファンディング会社とかがあってあのイギリスにあるロッタリーくじのファンドとかねいろんなものがあっていろんなとこからお金が出てたわけですよね。で日本で思ってる以上に海外でいろんなとこからその映画の資金っていうのは出てくるわけですよね。でブランディングが高まってあの会社は面白いものを作る企画性が高いってことになるとまあ資金調達はすごい楽になると思うんです。でそれとその自社の、赤字黒字はちょっとまた別だと思うんですよ。で自社の赤字黒字に関して言うと多分 A28 の場合はジャンルムービーとかも作ってるので、うん二次使用以降の利益は高いと思うんですよ。 なので単にその映画興行で当たったかどうかっていうことよりも全体を回していった時にきちんとその黒字赤字の収支は考えて映画出資してるんではないかなと、うん、それと資金調達は別で資金調達はまあいろんな、A24 の名前が上がっていけば上がっていくほどいろんなとこからお金は出てきてるし獲得しやすくなってんじゃないかということは推測できますよね。あと日本のその権利料もどんどん A24 ブランド上がってるみたいなまあこれだから日本だけじゃなくてグローバルだと思うんで、うんうん、だから日本で上がってるってことは他の国も上がってる可能性もすごく高くてだから A24 の作品がすごく魅力的だと資金調達もやりやすくなる。まあやっぱり映画業界って実績ですよ、うん、そこは、うん、だから資金調達は当然ブランディングが高まれば高まるほどそれは上がってきますよね。僕はアスミックエースの時もアスミックエースの作品が素晴らしい、当たるってことになると、うんまあ、いろんなところに共同出資を求めに行っても、まあ、出しやすいですよ。そうですね、うん、はい、はい、じゃあ次今年末でね、うん、映画祭映画賞の、発表が結構出始めてますが、うんまあ、同じ映画賞でも、うん、作品賞監督賞主演助演男優賞と全然、うん違う人が作品が選ばれますが、うん、これ選考基準はどうなったんですか、ね、いやそれは各映画賞によって様々ですよね。あとどんな身分の人が選ぶのかっていうのにもよって変わってくると思うんですよ、うん、評論家が選んだり、はい、あの会社の人が選んだり同業者が選んだり、はい、いろんなケースがあるので、うんまあ、それで傾向がまた映画祭の場合はまずその下にね、うん、あの選考してピックアップするディレクターっていうのがいて、うん、この人の眼鏡にかなったものがまずコンペティションに選ばれて、はい、でその年その年によって選考委員が集められてきて、うんまあ、7人ぐらいの選考委員がその下でディレクターが選んだ十何本の映画7本ぐらいの映画から、まあ、7人ぐらい3人ぐらいの選考委員がその中で自分たちが映画的に、いいなと思うものを選ぶわけですね。しかもこれは同業者的な人が多いので映画監督俳優音楽者プロデューサーだったりする人が多いですからね。だからまあ圧倒的にもう評価が定まってどの映画賞でもあのその作品になることもあればまあすごいばらけちゃうこともまあ年度によっても違いますよね。で前にもこれ言いましたけどアカデミー賞、うん、アメリカのねと日本のアカデミー賞これは完全に同業者なんで、うん、しかも同業者って意外と映画見てないんですよね、うん、だから人気投票になるケースが強いと思うのでなんかアメリカのアカデミー賞だけすごく上げつらって日本のアカデミー賞ダメだっていう人が多いけれどそんなことなくて単なる人気投票だと僕は思ってるのでその時の流れ
なんか今年はやっぱり黒人が最近選ばれてないから黒人じゃないのとか、あの黒人の演技素晴らしかったから黒人じゃないのっていう風に言った時に、映画見てなくてもそれを選ぶって人はいたと思うんです。で一時期アメリカのアカデミー賞も映画見ないと選んじゃダメよってのやってたんだけど、これなかなか難しいんだよね。で日本の場合はそういうのは全くないので、全て候補に上がってる作品を見てるその同業者たちっていうのはいないんじゃないかと思うんで、世の中的にやっぱり今年はあれだよねって言ってんで、やっぱあれかっつって選んでると僕は思います。のでアカデミー賞っていうのと、いわゆるその批評家が選ぶ賞っていうのはそこです、全然違う。そうです、ね、からあと日本のスポーツ誌で選んでる報知映画賞、日刊スポーツ映画大賞、毎日映画コンクール、ブルーリボンみたいなものはやっぱり選んでる人たちは全然違うんで、特に日刊スポーツとか報知映画賞はいわゆる普通の文化人の人たちが入ってるんですよね、と普通の文化人の人たちは忙しくて多分映画見られないから、その選考期になれば多分その DVD とかで一瞬にして見てると思うんですよ。だから僕はあんまりそういう人たちが選んでる賞は僕は信じてないんですよね、はい、あ、こんなこと言っちゃっていいのかしら。いや、いいです。はい、じゃあ次、配給会社さんは、興行収入とかの順位にこだわってらっしゃるんでしょうか。まあ、それはこだわってるところもあるし、こだわってる時もあるし、ケースバイケースですね。そうですね、単館系の作品で公開規模が小さいと当然上には出てこないし、 それでは順位を気にしたくても順位が出てこない、ね、でもさ、例えば広告で追い広告とかするときに、ピアお出口調査とか、ね、あ、そうですね、それからあと興行通信、はいはい、ミニシアターランキング第1位とかね、2週連続第1位とか、そういうのは使うので、それはやっぱり気にしてる会社は気にしてると思います。まあ、ということで言うとほとんどの会社は気にしてるんじゃないでしょうか。じゃあ気にしてるんでしょう。気にしてると思います、うん、はい、はい、あとあれじゃない、メジャーランキングで言うと、むしろ本国が、日本で1位を取れるかどうかっていうのを気にしてる場合っていうのは結構多いと思いますね。特に日本以外で全て1位取ってきた映画とかあるじゃない、はいはい、で全世界1位って言いたいのに日本だけ1位じゃないとなかなかそこは苦しいものがあると思う、なのでもう700、800取ったりする作品も多いんですか、ね、あとアニメが当たってる時には出さないとかね、まあ、いろいろあると思います。ワンピース来るぞって分かってたらそこは避けろとか、避けるとかね、すごい気にしてます。まあそういうケースも多いでしょうね、はい、でも全く気にしない時もあるじゃん、はい、気にしない時もありますね、うん、はい、じゃあ次です、MF さん、これが最後の質問かな、シネマサロンはどのような経緯で生まれたのでしょうか、何か野望というか目標は持ちでしょうか、確か竹内さんは3年みたいな話があったと思うのですが、続投交渉、契約交渉は進んでいますか。映画業界ヒットの裏側を探るシネマサロンの裏側を教えてください。面白い質問ですね、はい、それは佐藤さんですね、はい、これは適当な経緯です、なんかやったらってちょっと人に言われて、まあでもやるにしてどうやろうかなと思って、一人で喋ったら絶対面白くないなと思って、竹内さんしかいないでしょうって思って竹内さんにお声掛けをさせていただきました。ちなみによく分かってない人ですけど、一応僕ゲストなんです、この人はナビゲーターなんです、はい、主催者、だから僕が言い張ってもいいんです、はい、僕はゲストだから、はい、でもなんか世の中の人は佐藤さんの言ってることにいちいちイチャモンをつけてなんかノーを言う、あの人は一体何者なんだと、何を偉そうにこの人は喋ってんだと、よく佐藤さんはこんな偉そうな人に付き合ってられますねって言うんで、僕はいつ降りてもいいんですけどね。だからそれを補足すると、私がお願いして 3個の例を持ってお迎えしてるのが竹内さんで、ちなみにあの最初に言われた時に即断りましたからね、はい、だけどフレンチが美味しかったんで違う受けてくれたんだと思ってるんですけど、違う、僕もやっぱり映画に今まで生かさせてもらって、で僕はまあ、佐藤さんにも悪いけれど、僕は僕としての意見をきちんと喋ることができるならば、一人でも多くの観客が増えたり、一人の観客が一本でも多く見てくれるんだったら、僕は映画に、身を捧げようということで、やることにしたんですよね。で3年って言ったのは、1回引き受けたら
3年は最低でもやらなければ意味がないよねっていうことを言ったんで、別に3年が契約期間というわけではない。契約更改はうまくいってません難航してます、まあ、ただね、やっぱり やり始めたら佐藤さんが非常に前向きで意欲的なんで、本数は増えるわ、テレビはやんなきゃいけないわ、特別企画も多いわで、僕は本当にあの猫が死んだら旅行行こうと思ってたんですよ、あの全国各地日本の。でもなかなかそれも実、まあ、コロナっていうのもあったんで、まあ、それはそれで良かったんだけど、良かったというのはコロナがあったから、まあ、シネマサロンやってるおかげで毎日の張りがあってね、猫が死んだ後もなんとか生きてられるような状態ではあるわけですけれど、まあ、逆に今度旅行に全く行けなかったり、もうなんかこう体を今縛られてるような状態で、テレビも見なきゃいけない、映画も5本見なきゃいけない、自分の好きな映画も見なきゃいけないって言うんで、大変なことは確かなんですよね。なので来年は竹内さんがお休みをいただく可能性が大変どっかで、まあ、1週間ぐらい丸ごとじゃなくてね、1週間を何回かぐらい、ね、竹内さんお休みウィークがあるかもしれません。あとなうまくだから調整して、まあ、3泊4日ぐらいの日本旅行近いところをね中心に行けるようにしたいなっていう、っていう野望、来年の抱負みたいなっていう野望をお持ちです。佐藤さんの野望はないんですか？私の野望は、うん、野望ではないんですけど、うん、その始めるにあたって、まあ、他のね映画のチャンネルとかを拝見したんですけど、うん、まあほとんどの方が、うん、まあ、もちろん一視聴者というスタンスで分析なさって、うん、言及されてる方がまあ多く、まあ、あと評論家っていう立場の方はいらっしゃったんですけど、うん、映画業界の内部、まあ、もしくは経験者、うん、業界の経験者はのチャンネルはなかったので、みんなおこがましくて喋らないですよね。僕らみたいにこんな厚顔無知で喋ってること自体、厚顔無知だからできる、ね、うん、いやちょっと恥を晒してるという気持ちはあります。いやもう完全に晒してますね。だしやっぱりちょっと申し訳ないという気持ちもあるけれど、はい、まあ、映画観客が一人でも一本でも増えるんだったら、はい、まあ、そういうふうに思われたり言われたりしても頑張ろうかなとは思って、はい、感動して始めた。だから我々のこのスタンスで語らせていただくことで、うん、あ、それなら見てみようっていう、うん、まあ、見てみたいと思いました、見てよかったですとかっていうコメントをいただくと、うん、もう非常に嬉しいです、ね。まあ、嬉しいですし、逆に言うと僕はそのね、なんかこう視聴者が上がるために、視聴者が増えるためになんかすごい無理をしたりとか、そういうことはしたくないからっていうふうにはいつもいつも佐藤さんに言ってるし、無理するとこう一生懸命自分たちのペースでやってきて、しかも皆さん楽しんで見てもらえるとするならば、まあ、そういう人たちをやっぱり大事にしていきたいなっていうのはあります、ね。まあ、だから例えば、うん、トップガンマーヴェリックがすごく大ヒットしてたら、その動画を3本収録したりすることも方法論としてはありだと思うんですけど、うん、一応それよりはちょっと小さい公開規模でも、うん、まあ、これちょっと興味あるなとか視聴者さんにご案内したいなっていうのを選ぶっていうのを今やってます、ね。まあ、あとね、僕らも楽になるから、例えば試写で見てね、プレスシートをきちんともらって事前調査をして臨むってこともできなくはないけれど、僕はあえてそういうふうにしたくないので、まあ、佐藤さんにはそういうことしたくないよってことも言ったし、はい、まあ、別に佐藤さんもしたいわけじゃないし、はいはい、ということで、うん、もう居酒屋喫茶店で2人のじじいが見終わった後に喋ってるというテイストでやってると。そうです。まあ、なので他のチャンネルさんはもう登録者もすごく多くて、配給会社さんから事前に資料も試写もご案内いただいて、で公開前日当日にアップされるっていう、うん、チャンネルも多いと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとそういうスタンスではないってことですね。でも逆にだからこそそれを逆に利用して、今週公開の注目作っていうのを視聴者さんも僕らも見てない中で、まあ、たまにね1本2本なんかの都合で見たりするものがあるにしても、基本映画を見てなくてその期待してるところから一緒に選んでいくっていうスタンスが、そうですね、僕はすごく面白く感じていて、まあ、その分僕は大変だけど、でもそれはすごく刺激的で面白いなと思ってやっているっていうのはありますよね。まあ、やりながらこのスタイルに持ってきたんですけど、うん、なんかそれが今のね、うん、締めまさんでこんなに忙しくなるとは思わなかったですねまさか。そうですね、うん、ちょっとそれはびっくりですね、はい、自分でも、はい、こういう日常になって、はい、うん、じゃあ T さんちょっとT さんの裏側を、うん、そうですね、やっぱ YouTube 試行錯誤なんで、最初からやって本当武井さんがおっしゃるようにこうなるとは
誰もサニードも思ってなかったと思うんですよ、こんなドラマのね全部入るなんて。しかもそれが視聴回数が一番多いっていうのがね。でもやっぱりやってるとコメントいただいて、こうなんか話したことで見ましたとか言っていただくと、私もお二人も多分嬉しいので、やっぱりそれに応えようとして頑張ってますね今、ドラマも映画も、うん、なのでそうですね、嬉しいです、いろいろコメントいただくのは、うんうん、コメントは本当に励みになります、ね、はい、うん、あと直近で言うとね、例えばあの土を喰らう12ヶ月が1万再生超えるそうなんですよ、うん、1万再生超えるの、うん、すごくないですか、すごいな、その公開規模とか。 あれはでも沢田研二さんのファンとかが結構ツイッターがリツイートしてくださってた気が、ツイッターでリツイートしてくださったからね、うん、それもあるかもしれない。にしてもですよ、ちょっとそのいわゆるメジャーのね、うん、タイトルじゃなくて、ね、あの洋画メジャー邦画メジャーの作品でも、うん、まあ3、4000回とか2000回とかもあるのに、うん、土を喰らう12ヶ月が1万超えるっていうのは。でも魚の子は4万だと思うね。まああれはまたノンさんとかっていうね、うん、いやでも沢田研二さん、まあ、そうジュリーさんって、いやそうですけど、うん、ちょっとびっくりだなっていう。だからあれだよね、いつもね我々もこれが一番あの来るかなと思って、うん、そのね出すのが一番早かったりするけど、なんかそれただ合わない時が多いもんね。結構驚きますよね、それとは。でもそれは非常に嬉しいですよね、うん、なので、まあそういう思いつきから始まったチャンネルではあるんですが、うん、あのまさか自分、うん、僕が YouTube やるなんてちょっと予想もしてなかった。ただあの昨日もね、うん、あのシネマライズの、うん、あのオーナーご夫妻にお会いして見てますっておっしゃっていただいたり、うん、やっぱり業界の中では見ている人もちょっとずつ、ちょっと恥ずかしいですよね、増えてるかな、すごくやっぱ恥をさらして生きてる意識はちゃんと持ってますので、そうです、気をつけて喋ってるつもりなんですけど、はい、あれでも、まあ、ついついね喋ってるとテンション上がっちゃったりしますかね。自分にエンジンをガソリンを注いで喋る方なんで、はいはい、たまにありますけど、はい、それは、はい、ということでちょっと長々とお付き合いいただきました、はい、質問コーナーを、まあ、前回からちょっと間が空いたらやっぱりこれだけ質問たくさんいただいたので、はい、皆さんのねコメントとか質問は励みになりますので、今後もよろしくお願いしたいと思います。ということで本日は、シネマサロンに対してご質問いただく、それの回答動画を収録いたしました。どうもありがとうございました。